スタンバっていただいて。あ、スタンバいます。はい。はい、じゃあここからはお願いしてよろしいですか。我々が犬山劇場の始まりですって言ったら始まりますから。はい。そうです。はい。お願いします。じゃあ。それでは、はい、犬山劇場の始まりでございます。拍手。なし汁も
だけじゃなくフィジカルも試される。それがフナメンタル俺なんだね。ね、なんて恐ろしいんだ。それでは今回2度目の相方でトロピカシーさんには罰ゲームを受けていただきます。今は、そんなの全然聞いてないらしい。どこから襲いかかってくるか分かったもんじゃないってわけか。ちょっとみんなも気をつけるでしょ。オッケー。どこだどこだ。どこだ。もう怖いのにいるんだ。怖い。みんな分かるから教えてくれ。どこだ。いやー。うわー、水ちゃんが後ろ。大好きな生ハムの匂い。生ハム。なんだって。もはや誰も覚えてないだろうけど、ウィキペディアにはしっかり書かれてる。新翔くんの大好物生ハムだって。そしてワロタスグルちゃんの持っている梨は高知県須崎市のお隣佐川町で栽培されたニイタカ。なんだって、高知県佐川町といえば DJ 新庄くんの声を担当している小野大輔さんの出身地じゃないか。現在帰省中らしいぞ。明日イベントらしいぞ。さっきボキュって LINE が来たんだ。しかもあれだ、新潟といえば新潟と高知の梨を掛け合わせた甘くて果肉の柔らかい品種梨よ。ミルコフルールちゃんの削った生ハムをワロタスグルちゃんの梨に巻いて食べると、これはなしぎる、ずしゃー。
局の新教師が開拓に来るんだね。そうでしょ、そうそう、たまにはもうマッコーからのトリセツーとかも合わせ技も喜ぶから、ちょっと行ってみようか。せーの、マッコーからのトリセツー。イエーイ、かわいい。でもそんなにマンネリって言われようとも、鉄板ネタを貫き通すメンタルの強さがきっとフナッシーの人気の秘密なんだね。このままエンディングに行きますね。キャラの皆さん集合でございます。はい、集合です。いやー、楽しかったね。暑かった、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 暑かったよ。9月の仲間とは思えない。もうね、今日ずっと暑いしか言ってない。そうですね、はい。あとでもこのタイミングでちょっと雨雲が来ちゃってて、ね、そうですね、はい、なんかね、あのイベントの終わりを待つがいるね、ちょっと天気が崩れてきましたけれども、はい、あともう一息で頑張っていきましょう、はい、あ、みんな来た、さてみちゃんも来た、どんどんいいよ、さてっていいよ、そうそう、一緒に来た、危ないよ、みんな前注意してね。はい、ね、今日は本当一日暑かったんでね、みんなも水分補給してね、頑張ってくれました。見てる皆さんもね、しっかり水分補給してくださいね、これからもね。はい、ね、去年はちょっと2日目がね雨で中止になっちゃったんですけども、今年はね、行けそうで良かったですね。そうですね、なんか明日はねさらに暑くなるらしいですから、はい、皆さんも熱中症対策しっかりやって明日も楽しみましょうね。みんな、はい、みんな来た、明日も来てくれるかな。みんな、ありがとうね、はい、明日も暑い一日を過ごしましょう。もうみんな来たかな。じゃあ、あれこれは、はい、そのままカッペさんへの写真撮影も引きちゃってください。はい、じゃあ写真撮影みんな行きますよ。じゃあまずは右の方、右わか、右、あ、これ右かな、あ、左だね、左だね。ちょっと待ってくださいね。あ、まだ、まだ、あ、キングとかまだ来てないし、しょうがないね。ねえ、もう今回も本当にみんなたくさん、あ、もうね、ロックも来てくれましたね。大丈夫、大丈夫です、やってください。いけますか、はい、じゃあ、まずは、はい、左側を向きます。見て、みんな左側を向きます。左を向きます。良いものを約束です。はい、撮れましたか。いきますよ、ゴー、頑張れ、話し、あともう一回、はい、いいですか。それじゃあ、5、4、3、2、1。はい、それじゃあ今度は右側、右の方みんな見てください。はい、はい、はい、いいですか、撮れましたか。はい、5、4、3、2、1。はい、終了ということでね、はい、ありがとうございます。カペさん、はいはい、朝実はステージ側からお写真を撮ったんですけど、はい、どうもうまく撮れてなかったらしく、はい、エンディングで
もう一度取らさせていただきたいということで、キャラは後ろ、はい、はい、後ろを向いていただいて、俺の時代だった。じゃあこちら側から取ろうと思うんですが、なので何をしても一緒なので、しゃがめるキャラはしゃがんでいただいて、はい、はい、俺がこれ誰か肩車して取った方がいいじゃん。上から取らなきゃどこかの手に、パノラマで取れ、パノラマで取れ。椅子を一つ上げてもらっていいですか、椅子を、はい、椅子を一つ、はい、もう取れるようにしか取れないんで、あ、もしかしたら、お客さん、SNS に上がっちゃう可能性があるので、椅子に立ってない方はモザイクを自分でかけてください。今森時君が肩車で上に上がっております。そして連射しております。ただいま撮っています。はい。皆さん、はい、ありがとうございました。はい、それでは以上で、あ、以上でございますね。本日1日目、はい、これにて終了ということで、ね、また明日もですね、ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。お待ちしてます。今日どうもありがとうございました。はい、じゃあキャラの皆さん撤収でございます。はい、バイバイ。帰れる人から順に橋の方から来ておいてください。はい、飛び降りる感じ？飛び降りる感じ？お、大丈夫です。あいつ、あつま、あ、ちょっと、大丈夫です。ケンジ、やっぱケンジ抜けたらケンジ戻すんですよ。あー、ケンジ、やっぱ横から降りよう。よかった。え、今日上がった写真は何だった？菊池くんとセンターなんかなかなかない写真だけどね。菊池くん、はい、菊池くん、はい、あ、後ろの方で喋った。きっとお客さんたちに誰が喋ったか。だってね、IG がなんか今日カスカスだけ俺のマイクを追っとって、俺が少し喋るカッペイくんとよろしくお願いします。いや、もう今日終わり。あ、終わり、今日終わり。発表されたんだよ。え、明日も、はい、また来るよ。明日もいるの？また来るよ。あ、そうなんだ。明日あるよ。カペさんステージある？明日あるよ。あ、じゃあ俺そこに来る。あ、わかった。え、否定しなさい。否定しなさい。否定しなさい。基本的に否定しないから。いじめられるんですよ、デート。いや、もう、やめとこうかな。やめとくんだ。やめとくんだ。ご縁があれば行きますよ。はい、ぜひぜひね。はい、明日もね、暑いから。今日は暑かったね。明日まだ暑くなるってだけ、みんなね、ね、本当に。熱中症対策、はい、しっかり万全に、はい、はい、やってちょうだいね。なんか35度くらいまでなるって。35度？ってなんか言ったよ、言ってたよ。俺たちの体感温度は68度。死んじゃうわ。どれぐらい死ぬわ。本当にとにかくね、ちょっと
皆さんね、本当熱中症対策は十分ね。カッペさん、なんで今日なんか緑のおじさんみたいな格好してるの？これは小学生の登下校の時間ほら、あんなのおじさんみたいな格好してる。まあそんなもんだね。これは、ね、一応のご苦労様でございます。大崎のスタッフ用のご苦労様でございます。違うわ、そういうおじさんじゃないからね。はいはい、はい、ということで、じゃあお邪魔しました。ありがとうございました。みちくん、ありがとう。マイク返してってね。ありがとう。いやー、帰らない ね, ね, もう絶好調。明日もよろしくお願いします。